どうも皆さんこんにちは。 IQ180 の井野です。よろしくお願いします。今日紹介する商品はサイというブランドのオーガニック土染め天軸サイドテープ T シャツになります。まずサイというブランドなんですけど、サイというブランドは、よく一生着れる服みたいな感じで形容される、すごくリアルクローズ寄りのブランドになります。すごくシンプルなんですけど品質が良くて、ずっと着れる、こう時代に左右されない、ブランドなのかなと思っております。はい、例えば、コットン生地のチノパンとか T シャツとかポロシャツとか結構有名です。冬に出すメルトンコートとかもめちゃくちゃかっこいいです。はい、で、今日紹介するシャツなんですけど、こちらになるんですけど、こちらと今着てる T シャツになるんですけど、はい、サイというブランドですね。で、一つだけギミックがあって、まあ、サイドテープ T シャツって書いてるんですけど、横にこんな感じでテープがついていて、ちょっとシワが寄る仕様になっています。これがあることで T シャツに立体感が生まれます。で、このシャツの何が最強かというと、インナーとしても着れるし1枚でも着れるというのが最強と思っております。で、1枚で着るときとかの条件ってやっぱりこう透けないし、透けないっていう部分と、あとはその1枚で着てもこう違和感がない、ある程度のこう高級感というか品質がないと1枚で着れないのかなと思ってまして、例えばパックティーとかって、まあ、なかなか正直1枚で着れないと思っていて、なんというか、まあ、透けちゃうっていう部分もありますし、まあ、シワも寄りやすいですし、はい、なんかこうパッと見で、あ、このシャツはそんなにいいシャツじゃないなっていうのが分かるのかなと思っていて、で、じゃあ次にインナーとして、着れるための条件っていうのはやっぱり薄いことが条件なのかなと思ってます。で、じゃあなんでオンス数が高いシャツとかダメかっていうと、まあ、こう切れ目の服の場合ですと、とかあと薄いシャツだと、まあ、ちょっとこうごわつくというか、まあ、シャツの肩が崩れちゃったりするんですよね。分厚かったら肩の位置がずれちゃったりするんで、やっぱりインナーとして着るならある程度の薄さは必要だと考えてます。まあ、ただ今の流行りのビッグシルエットのシャツとかであれば、まあ、全然その肩落ちで着るとかもできるんで問題ないと思うんですけど、まあ、きれいめな服とか薄いシャツに合わせるならある程度の薄さは必要だと思ってます。このシャツはインナーでも着れますし1枚でも着れるので最強と思っております。早速1枚で着た場合とインナーで着た場合どういう感じになるかっていうのを見せていきたいと思います。いかがでしょうか。こちら黒になります。どうですかね、遠目で見て結構1枚で着た時のなんていうんですかね、高級感というか光沢感みたいなのが分かるのかなと思うんですけど、細いパンツと合わせてみました。はい、で着丈もね結構ちょうどいいんですよね。本当に日の落ちどころない T シャツだと思います。はい、で黒を着てみました。次に白の方を着ていきたいと思います。はい、白はこんな感じです。はい、やっぱ黒と一緒でやっぱいいですね、白も黒も。はい、次に、インナーとして着た場合見せていきたいと思います。はい、次にインナーとして着た場合こんな感じになります。肩とかも変わらず、まあ、すごく綺麗に着ることができますね。はい、じゃあ次にワイドパンツと合わせた場合見せていきます。はい、ワイドパンツと合わせてみました。どうでしょうか。ポータークラシックのレイヨンのアロハシャツと合わせてます。どうでしょう。まあ、ちょっとボタン閉めても下の方だけ閉めてもいいかなと思ったんですけど、ちょっとあえて全開けにしてみました。やっぱねこの中の、ね、白シャツがいいんで他のところも生えてるように、ちょっとねワイドパンツシワ寄っちゃってて、旅行に持ってったんでシワ寄っちゃってるんですけど、まあ、こうワイドパンツと大きめのシャツのインナーとして合わせるのもいいのかなと思います。はい、以上です。はい、いかがでしたでしょうか。サイの T シャツ試着パート、
やっぱ1枚でもかっこいいですし、やっぱインナーでも入る、まあ、結構珍しい T シャツなのかなと思っております。ちなみにすみません、値段を伝え忘れてたんですけど、値段は1万5000円です。まあ、少しね、シャツにしては T シャツにしては高いかなと思う人もいるんですけど、一度着てみれば本当にこのシャツの良さっていうのは分かると思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、グッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。